よろしくお願いします。今日は前回の続き、イスラームの歴史その2だよ。ウマイヤー朝の支配はアラブ人だけが特権的な地位にある不平等なものだったから、次第に人々の不満が高まっていったんだ。こうした中でムハンマドの叔父の子孫であるアッバース家が反ウマイヤー朝運動をうまく利用してウマイヤー朝を滅ぼし、アッバース朝を立てたんだ。このアッバース朝はウマイヤー朝の支配と決定的に違うところがあったんだ。それが不平等社会の是正だよ。ウマイヤー朝の時代のようにアラブ人だけを特別扱いするのではなくて、新たにイスラーム教に改宗した人も政府の要職に就かせたり、アラブ人にも地層化したりしたんだ。このアッバース朝の時代にイスラームの信徒の平等という考え方が浸透したんだよ。今日はここまでだよ。次回もぜひ見てね。ご視聴ありがとうございました。